こんにちは。趣味はキャンプとスーパー戦闘、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、皆さんに新しいブランドをご紹介したいなと思うんですね。僕の普段のチャンネルでは、ユニクロですとか、GU、無印良品、グローバルワーク、 ちょっと価格帯が上がるとですね、グリーンレーベルだとか、ナノユニバースだとか、この辺りのセレクトショップまでをですね、カバーをしているわけなんですが、僕は常にですね、何かこう安くて、なおかつですね、皆さんにお役立てできるようなブランドはないかなとですね、いろんなお店を見ているわけなんですね。そんな中、先日はですね、 クラフトスタンダードブティックというブランドをですね、発掘しまして皆さんにご紹介したところ、これが結構ですね、皆さんに喜んでいただけたんですね。まあ、僕自身もですね、知らないブランドだったんですが、新たに発掘することができて世界観が広がったなと思うんですね。まあ、このように世の中にはですね、たくさんのブランドがあるんですね。 その中でまだまだ僕が気づいてないものだとか皆さんの知らないものたくさんあると思うのでそういったところにスポットライトを当てて全力で良いものはですね皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っていますそして今回の動画の中でですね皆さんにご紹介したいブランドというのは公園というブランドなんですね 皆さんご存知でしょうかまあ実は公演ってそこそこ有名で皆さんのリクエストの中でも公演取り上げてほしいですっていうのはですね、ちょこちょこあったんですね。僕もですね、お店にはよく足を運んでいたんですが、まあタイミングなんですね。すごく欲しいものがあったりだとか、まあ、ちょっと今回はないなという時だとか、洋服というのは出会いだとかタイミングっていうものがあったりするので、なかなかですね、YouTube の中で解説することはなかったんですが、 今回はですね、一枚とってもいいものを見つけましたので、これをですね、購入して皆さんに全力でレビューをしていきたいなというふうに思っています。ちなみに今回 PR の案件でも何でもありません。自腹で買って、ただ単にですね、一方的にレビューしているだけなので、そのあたりはご理解いただければなと思っています。はい。で、今回僕がですね、公園で購入したのはこちらのアイテムなんですね。まあ、いわゆるですね、夏に着れるような 半袖のシャツですね。襟元のデザインを見ていただきたいんですが、いわゆるオープンカラーと呼ばれるようなもので、まあここ最近はですね、メンツファッションにおける定番的な位置づけになってるかなと思います。僕の動画の中でも何度か解説をしたかなと思うんですが、ユニクロのオープンカラーシャツですね。これは非常に完成度が高くて、 大人の男性であれば1枚持っておいて損はないかなと思うんですが、こちらのですね、グローバルワークのオープンカラーシャツ、ちょっとですね、タグ、見えるかどうか微妙なんですが、ここにですね、コールマンと書いてあるんですね。皆さんご存知でしょうか冒頭に僕はですね、キャンプが好きという形でお伝えしたかなと思うんですが、まあ、コールマンというのはキャンプ用品の老舗ブランドで、結構様々なキャンプ用品を作っているブランドなんですね。僕自身も結構好きで、いろんなものを持ってるんですが、 例えば僕はですね、ビューティーユースとコールマンがコラボレーションして作ってるシリーズが大好きで、ちっちゃなテーブルだとか、あとは椅子だとか、そういったものを持っていたりだとか、アルペンアウトドアーズというですね、結構大型店があるんですが、そことコールマンの別注で作っている椅子なんかもですね、キャンプで愛用してるわけなんですが、コールマン僕も大好きなブランドなんですね。そのコールマンがですね、なんと公園とコラボレーションをして作ったのが、こちらのシャツなんですね。 僕もね、ちょうどお店を通りかかったところ、これがですね、マネキンに着せてあって、すごくいいなと思ったんですね。 そしてよく見てみたら、コールマンとのコラボレーションということで、これはですね、もちろん、待ち着としてもガンガン活用していただくことはできるんですが、それだけではなくて、まさにキャンプウェアだとか、アウトドアウェアだとか、初夏から夏にかけての外遊びにガンガンに使えるシャツなので、今回はこれをですね、実際にコーディネートしながらですね、どのように使いこなすのか、このあたりについて、しっかりカバーしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょうはい、ということで実際に来てみました。どうでしょうかちょっと一周ぐるりと回ってみたいと思います。ちなみに僕は身長163センチ、53キロと小柄な体型なんですね。で、今回選んだのは最初サイズが S からあるんですけども結構迷ったんですよね。 S, S にしようかな、M にしようかなと思ったんですよ。っていうのも最初からゆとりになるような設計なので、S でも少しゆとりがあるんですね。通常の僕のサイズは S なんですけども、ただちょっとキャンプウェアということで、ゆるさも出したいとか、トレンド感も楽しみたいなと思ったので、あえてワンサイズ上げて M を購入しました。まあ、ゆったりめの着丈の感じだとか、袖もですね、長めになっていたりだとか、トレンド感がしっかりと取り込まれたようなですね、オープンカラーシャツになってるんですね。 まあ基本のデザイン自体はすごくベーシックで使いやすいんですね。まあ、その中にトレンド感が程よく混ざっているぐらいの感じでしょうか。そしてポイントになるのはですね、こちらの胸のポケットですね。 フラップ付き、蓋が付いているポケットですね。ここがおっきめのポケットになってまして、もちろん収納量もたくさんあるので、それはそれで便利なんですけども、やはりですね、僕はどちらかというと、デザイン面のアクセントになるなと思ってるんですね。このポケットがないと、すごくシンプルな形になるので、ユニクロのオープンカラーシャツですね、そういったものと結構比べた時に、そんなに差が出ないんですが、この大きめのポケットがあることで、デザイン的には程よいカジュアル感が出て、個人的にはこのポケット、めちゃくちゃ気に入っています。 そしてポケットの下にはですね、この輪っかみたいのがあるんですけども、ここにカラビナを付けたりだとか、ちょっとアウトドアでも使えるようなディティールをですね、盛り込んでるんですね。まあ、ここのカラーがまさしくコールマンっぽいカラーのレッドになってまして、少し差し色にもなってるかなと思うんですね。あまりやりすぎてしまうとちょっと飽きてしまうんですが、本当にほんのりぐらいのですね、アクセントなので、これぐらいだったら僕は嫌味がなくてすごくいいんじゃないのかなと思ってますね。そして素材なんですけども、ナイロンを使っているんですね。 ですので、生地感としてはですね、割とこう、シワになっても気にならないような感じで、ガンガンに使えるかなと思うんですね。まあ、コットン素材のものもすごくですね、気持ちがいいですし、上品な雰囲気が出るんですが、まあ、そういったオープンカラーシャツとはまた別で、ちょっと休日にですね、ガンガン使って、汚れを気にせずにですね、使い倒したいというのがこのシャツの目的なので、そういった意味ではこのナイロン素材、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思いますね。しかも表面には撥水機能がついているので、 ちょっとした雨だとか水遊びで濡れても全く気にならない。これがですね、素晴らしいポイントかなと思います。で、ナイロンの感じもですね、物によってはチープに見えてしまうものもあったりするんですが、こちら見ていただいてもですね、質感とてもいいですね。カジュアルではあるんだけども、適度に光沢感があって、 上品さもあるので、そういった意味ではですね、ナイロンの中でも、すごく大人の男性にも似合うような質感になってるかなと思います。で、金額は6,600円ということで、まあ、決して安いっていうわけではないんですが、セレクトショップなんかでオープンカラーシャツを買うと、やっぱり8,000円以上になったりだとか、ちょっとそこは手が届かないんだよなという方もいらっしゃるかなと思うんですが、6,000円台でこのようなオープンカラーシャツ、しかも公園とコールマンのコラボレーションということで、特別感も楽しめるというところは、見逃せないポイントかなと思いますね。 個人的にもこれはですね、夏場ガンガンに来そうな勢いなので、買って良かったアイテムの一つかなと思いますね。まだまだこのアイテムって認知度としてはそこまで高くないかなと思うんですね。せっかく素晴らしいコラボレーションで完成度も高いのに、皆さんに知ってもらえないのはですね、残念なので、僕は今回全力でこちらをですね、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。 ま、このシャツなんですが、まあ、どのようなコーディネートができるのか、そこもですね、皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、結構簡単ですね。まあ、バリエーションもたくさんあった方がいいんですが、鉄板のコーディネートをですね、まあ、2、3個ぐらい持っておけば僕は十分なのかなと思うんですね。まずはですね、ベースのような着こなしを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、このオリーブのシャツの下はですね、白系の T シャツを着ています。 オリーブという色がですね、ちょっとミリタリーだとか、ワークだとか、そういったカジュアルな印象のある色なので、黒とかみたいなところが伝わるので、それはそれでいいんですが、失敗すると、やぼったく見えるというところもあるので、このようなオリーブというのは、内側に白を着てあげることで、ある程度綺麗さを足してあげると、バランスがいいかなと思いますね。僕は今自分のところの T シャツですね、ちょっと前は締めているんですが、締めた状態でも綺麗ですね。その時にも白 T を見せてあげることで、清潔感だとか明るさを出すことがす。 でできまますす開開けけててももらっっ全然いいかなとと思うのでちょっと開けますねこんな具合で、ちょっとグリーン系の T シャツを着てるんですね。こういった形で色をですね、共通でグラデーションのように作ってあげるとすごくバランスがいいと思いますね。はい、こんな感じで前開けてもすごくバランスがいいですね。前開きでもいいし、閉めてもいいしというところで、今様々なコーディネートを見せることができるかなと思いますね。 非常に使い勝手がいいシャツではあるんですが、一つだけ僕がですね、注文があるとしたら、これですね、ここに、 この腰の部分にポケットがあったらもう超最高だったかなと思うんですね。まあキャンプって結構いろんな荷物があったりするので、ポケットは大いに越したことはないんですね。このシャツもですね、ちょっとこう気軽に腰ポケットがあって、ここに荷物が積み込めたらもっと良かったなと思うんですよね。そこはちょっと次回のコラボレーションに期待したいなと思うんですが、ただですね、胸ポケットが大きかったり、カラビナをつけるところもあったりするので、その点は使い勝手がいいかなとは思いますね。で、ボトムスのカラーなんですが、まあ上半身はですね、 こういった形で白で内側を入れたので、ボトムスはブラックだとか、ダークグレーだとか、ネイビーで引き締めるっていうのがバランスがいいと思いますね。オリーブと相性がいい色というのは、ホワイトだとかブラックのような、はっきりとした色なんですね。清潔感が漂うホワイト、もしくは引き締めるためのブラック、そしてダークグレーみたいなものが相性がいいので、こういったものをボトムス合わせていただければなと思います。僕が今履いてるのはですね、まあいわゆるスラックス風のアイテムですね。まあこういったものを履いていただければ、 待ち着として活用することができるかなと思いますし、このパンツを変えて、もうちょっとですね、汚れても気にならないようなコーディネートを作ると、これまたキャンプだとかアウトドアに使えるかなと思うんですね。ちなみに僕がですね、キャンプの時によく使っているのが、こちらのボトムスなんですね。これはね、ユニクロの定番だと思うんですが、えー、ちょっとですね、腰にはゴムが入っていまして、 裾もですね、こういったゴムですぼまってるような形のボトムスになってまして、ちょっと商品のリンクあればですね、URL つけておきたいなと思うんですが、このパンツがね、すごく使い勝手がいいんですね。もうサクッと着脱もできますし、なおかつですね、ちょっとコットンライクな見た目なので、ガンガンに使ってもですね、そんなに汚れが気にならないということで、キャンプで使うときには同じブラック系のパンツでもちょっとカジュアル感のあるもの、焚き火をしてちょっとこう、 キノコが飛んできた時に穴が開くっていう問題もあったりするんですが、まあそういった時にもコットン系のパンツだと安心なので、このようなパンツをですね、ユニクロで買い揃えるといいかなと思います。で、すので、このシャツを合わせるときに都会的にしたいなら、 ユニクロのスマートアンクルパンツだとか、グローバルワークのアーバンスラックスのようなものを合わせてもらうとか、そしてそれをアウトドアに転換するのであれば、少しこうコットン系のものですよね。カジュアル感のあるようなブラックパンツに変えてもらうと、すごく相性がいいかなと思うので、ぜひこの着こなし試していただければなと思います。まあ、ちなみに足元はですね、今回ニューバランスのスニーカーを合わせてみました。ちょっとこうアウトドアミニタリーっぽいものと、ニューバランスって相性がいいので、そういった形で合わせていますが、これは白レザースニーカーだとか、サンダルとかでも合うので、 皆さんの手持ちのものでいろいろとカスタマイズしていただければなと思うのでぜひ皆さんも試してみていただければなと思っています続いてもう一つですねコーディネートをお見せしたいと思うのでちょっと着替えてみますねはいということで着替えてみましたどうでしょうかガラリと印象が変わったかなと思うんですねこちらはですねもう本当に真夏のキャンプだとか外遊びの際にしたいコーディネートなんですが今度はボトムスを思い切って変えてみました 先ほどまではロングのブラック系のパンツだったんですが、もう夏は暑いので短パンに履き替えてみました。今回履いてるのはグラミチのですね、ショートパンツ、もう定番中の定番ですね。 ま、今回のですね、こちらのコールマンとコーエンのコラボレーションモデル、一応セットアップで用意があって、短パンもあるんですが、僕はあえてですね、これ、ブラック系のパンツ合わせた方がバランスがいいかなと思うので、同じ色ではなくてブラック系のものを合わせています。皆さんもお手持ちのパンツでですね、ぜひコーデを組んでいただきたいなと思うんですが、両方オリーブにするよりは下半身引き締めた方が僕はですね、コーディネートはしやすいかなと思います。まあ、短パンを合わせるだけでだいぶ印象が変わりますよね。 T シャツ短パンだとかなりドカジュアルになるんですが、このようにオープンカラーシャツですね。襟があって半袖ではあるんですけども、しっかりとしたシャツの作りのものを合わせることで、適度な大人っぽさを残したようなスタイリングになっています。 内側に着てる T シャツは先ほどと同じものなんですが、まあ、このようなスタイリングだとちょっとカジュアルに見えるんですが、そこにですね、ちょっと小物を足しながらバランスをとってあげたいなと思ってまして、時計ですね。僕はこの外で遊ぶ時には、セイコープロスペックスっていうモデルがありまして、これをですね、使うことが多いんですね。まあ、ダイバーズウォッチなので、水に濡れても全く問題ないですし、結構厚みがあってですね、頑丈なんですね。ですので、結構外遊びの時にはこの時計をすることが多いんですが、無骨な感じの時計だとか、まあ バングルはね、ちょっとやるかやらないかは人によって様々かなと思うんですが、ちょっとコーディネートのポイントとして今回は入れています。そしてキャップですね。これがあるとですね、真夏は太陽の眩しさをですね、防ぐことができて、なおかつ着こなしのポイントになるので、キャップもぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思います。 もう一つですね、選択肢として、僕はキャンプでもよく被ってるんですが、こういったノースペースのハットですね、このあたりも使い勝手がいいんですが、結構ですね、このシャツがミリタリーっぽい色合いなので、それに対してこちらの帽子を被ってしまうと、まあ悪くはなかったんですけど、ちょっと探検体っぽさが強くなってしまったので、今回はキャップを合わせてみました。まあ、帽子を被ってあげるだけでもだいぶ雰囲気が出るので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいんですね。 そして足元はですね、まあ、今回はニューバランスとスニーカーを合わせています。まあ、キャンプといえども結構ですね、重たい荷物を持ったりだとか、荷物がですね、足の上に落っこったりすることもあったりするので、そんなにですね、サンダルだとちょっと不安感があったりするので、個人的にはスニーカーぐらいが使いやすいのかなと思ってます。ただですね、川遊びだとか海で遊ぶときにはもうちょっとラフでもいいかなと思うので、そういうときにはサンダルですね。例えば手元にはこういった手羽のサンダルがあるんですが、こういったもので合わせてもらってもいいですね。 ちょっと履いてみましょうか。こういったサンダルをですね、素足で履くっていうのもありなんですが、靴下の上から履くっていうのもですね、一応スタイルとしてあるんですね。ただこれはね、ややハードルが高いので、まあ、人によってちょっとなんかそれ違和感あるよねという方もいらっしゃるかなと思うので、ちょっと片足は サンダルで、ちょっとクロート向けですね。で、こっちはちょっと脱ぎましょうか。こっちはですね、通常に素足にサンダルという形にしたいなと思うんですが、こんな形で合わせてもらうのも一つ手かなと思いますね。川とか海だったらこのスタイルでいいかなと思います。どうでしょうか皆さんはどっちでしょうかコメント欄までですね、いろいろと書き込んでいただければなと思います。僕はまあ、普段は素足で履くことが多いんですが、ちょっとオシャレ感を出したい時にはこういった ソックスで合わせるみたいなことをやってます。白系のリブソックス、今これを履いてたので、このまま合わせてますが、こういった着こなしもあります。ただ、もうちょっと自然体にするためには、グレー系のちょっと木調、色が混ざってるようなものをですね、合わせてもらうと、もうちょっと馴染みがいいかなと思うんですね。最近はこういった短パンのスタイルも、もう素足でみたいなスタイリングっていうのは、ちょっとずつですね、減ってきて、えっと、素足にスニーカーよりも、靴下履いてスニーカーっていうのも増えてるんですね。 ちょっとこっちもやってみましょうか。素足に対してスニーカー。まあ、本当にこう見えないようなフットカバーみたいなものを履きながらのスニーカーっていうスタイルは定番的なんですが、まあこういったスタイルもいいんだけども、先ほどみたいにリブのソックスを履きながらのニューバランスっていうところ、こういったところもね、ちょっとトレンドとしては最近は増えてきてるので、やや中級者的ではあるかなと思うので、ぜひ皆さん試していただきたいなと思います。はい。ちょっと比べてみましょうか。 全然ね、また印象変わるかなと思うんですね。ちょっとこう、アクティブな感じがするのは、ちょっと素足っぽく見せるようなスタイリングで、トレンド感のあるようなスタイルとしては、こういったソックスを見せてあげるような短パンコーデですね。こういった形も一つジャンルとしてあるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、僕のチャンネルとしては初めてのですね、講演のアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。 まあいろんな優れたアイテムがあって、なおかつ公園は価格帯がこなれてるんですね。ですので、ユニクロだとか GU だとかグローバルワーク、そのあたりの価格帯と同じぐらいでですね、トレンド感もありつつ、大人に似合うようなものもちょこちょことありますので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ僕自身もですね、これからも公園の店舗にはちょこちょこと足を運びながら、良いものがあったらですね、皆さんに全力で解説をしてみたいなというふうに思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていきます。もう少し初級者から中級者へとステップアップするための動画はですね、僕の YouTube メンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。 またもう一つですね、最近始めたのが、オンラインサロンというものなんですね。こちらは、文章と写真ベースで、1日ですね、だいたい5回前後、最新のおすすめアイテムですとか、コーディネートの解説をですね、皆さんにお届けしているようなサイトになります。なかなか YouTube を長く見る時間がないなという方ですとか、あとはですね、会員さん同士で投稿もできたりするので、ファッション系 SNS としてもですね、活用することができるので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思います。 思っています以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。